塾の席問題。女の子の席ってなんとなく決まってる。女子の席って決まってる方に座るといじられるよ、冷やかされるよ、みたいな。まあ、意味わかんないけど、まあそういうノリはあったなと思っあった。て。で、まあ、いや、気にしなくていいよって。ゆくえちゃんは、いや、そんな別に気にしなくていいよ。まあ、いじってくるやつとかいるかもしれないから、気になるんだったら移動してみたいな。それもなんかこう、先生として完璧な対応だとは思うんですうん、よちょうね。どいいあれ。で、そこに白鳥たまきちゃんが来ちゃって、何？え？隣に座ろうとしてるから避けてんの？キモーみたいな。で、この、しょうもなっていうセリフを言ったんでそう、すしよょね。うもなって。しょうもなって言ってるけど、男ね。の子が隣に座るということを、むしろあの子の方が意識していて、そういう意味がない移動行為だったのに、え、何意識してんの？キモっていう風に、こう、鏡で見てしまうっていうのが、なんか、ギュッて凝縮されてて、で、しかも、それでゆくえちゃんが悪いわけでもないのに、ゆくえちゃんが、すまんってやることによって、あ、なんとなくのボタンの掛け違いの、ちょっとした、まあ、後からは笑える変なシーンだったなって、あの、男の子の中でもなりうるというか、嫌すぎないけど、あるあるが詰まりまくったなんかこう密度の高いシーンだったな、あそこは。すごいよ確かっかた。にね。ここはもう明確に脚本の妙だよね。そうだね。紫陽花なかったけんね、この季節やとっていうのを。俺泣いちゃったよ。もうあれは決定的なすれ違いを示す言葉なんだよそうね。ね。またさ、いいミスリードでさ、お花屋さん行ってさ、なんか見て、なんかちょっとよくわかんないみたいな。そう、好きな花知らないのかなそって思わせてましたね。一回目見たら、好きな花のことは全く知らないのに、そう。ピンクが好きだって決めつけてるお母さんっそてしか見えないですう。もん見ね。えないんだでよ。も、まず花を探していて、で、その後一回諦めて、あ、色だったらピンクだと思いますっていう、そのそ第二希望として母が介入してきたっていう。う。そうなの第一希望の段よ。階では自分の人格を入れてないんですよね、実はね。そうなんだよ。そねの、お母さんも大好きだったんだし、見てたんだよ。え。紫陽花が大好きってことも知ってるんだけど、それでもっていうところが良かったんだよな。あれ、だそうからこそね。切ないじゃん。その、またさ、ぬいぐるみ人形というお話もあっそて、うだお人ね。形のように扱われていた。で、自分がお人形を捨ててたっていうところも最初のね、第一話の最初に出てきてましたそうだし、だね。からお人形っていうのが一個の象徴じゃなくて、いわゆるちゃんそのものがお人形として扱われてるっていうのもまああるんだけど、他のところにも出てきますよね。ゆくえちゃんの妹が人形、ぬいぐるみに喋ってる。ああ、ぬいそれぐるみはね。言い返してこないからっそていうセリフがあった後に、ヨヨちゃんはお人形にならないでねう。だっていうゆくねえちゃんのセリフとかもここは全部繋がってるじゃないですつか。ながってんだよな。で、そこがさ、ヨヨちゃんが、ガッってお母さんに啖呵切った後、のんなのがいいんだよ。そうね。あれ。それを言われて、好きなこと言えた、啖呵切れたっていうのだったら、凡庸なんだけど、確かに。ヨヨちゃんも、松下洸平さん、椿さんの指輪を見て、ちょっとがっかりするみたいな、副音声があったりしたぐらいそうなで、のよ。そう。だから1話の段階で、振りはあったんですそう、よ。振りはあったんだよ。だから、タイプな人ではあるんですよ、多分。で、この人のめんどくささ、私受け止められる生で、多分ヨヨちゃんはあの時点で言ってるんですよあるね。んだ相当よな。めんどくさかったからね、1話の椿さんはもう一生会わないと思ってましたから。で、その後、ゴミ箱からポイントカード拾ってとか、そういうのもやってますから、ヨヨちゃんの椿さんへのこう矢印っていうのを明確に、ちょっとずつこうなぞられて描かれては言ってるんだけど、そうなんだ今よ。後ちょっとだけこう展開考察をするとするならば、ヨヨちゃんが、その恋心は自分の中にあるとはっきり認識したものの、ここの4人の空間を壊さないために、それを我慢するのかどうかという葛藤が、まあ明らかにきっと出てきますよね。そうこれは、ね。これは出てくると思う、さすがに。出てくるよ。それは彼女が胸にしまっておくことなのか、ゆくえちゃんとかに相談することなのか、そうっていうこともね。あるけど、でも今回もみじに、ゆくえちゃんのこと好きだよねって言ったのは、それの共有でもあると思うんですよね。なるほどね。で、また俺ももう一歩言って、そうなっても4人でいられるってことあるんじゃないっていっう、ていう結論になる可能性もあるあし、るよそれね。もあり。目が離せませんね。目が離せません。ゆくえちゃんそれなりに意地悪な人間ですっ本てこ当とでだす。よ。もうあれ爆笑したよ、俺。あの沈黙からのさ、見てかわいい。やめろ、やめろ。ゆくえちゃんは普通に意地悪なやつ意地です。悪なんだよ。で、率先して椿さんをいじってますし、あと忘れちゃいけない。すみれを陰で最初に呼び捨てにしたのはゆくえちゃんですからそうね。です ゆくえよ。ちゃんは悪いやつです。悪それいなやりつでに。すね。そこがいいんだよ。みんなね、ゆくえちゃんには感情移入。このドラマ全体的にはできてない人も、ゆくえちゃんだけにはできる人もいると思ういるし、と思うそこな。がこのドラマ全体の抜け感になってるなとは思う。結構悪いやつですよ。結構悪いやつなんだよ。あそこが面白いんだよな、もう。今 バレるかバレないかヒヤヒヤしたもん。ね。え？帰ってくるじゃん、これ、みたそう、い博多もさ、そのカラオケ室でなんか食うって言っちゃったのもさ、ゆくえに言わされてるよね、これ、みたいな。もはやね。で、はいはいって誘導してるから、ゆくえちゃんが。だからもう面白かったのさ、じゃっつって戻ってくるからっつって、離れたのに、粘って、こたくんっつって、やめろ。悪いよ。悪いよ。そしたら案の定バレてるし。バレてるんだよ。やっぱだから長かったんだよ、多分、あそこ。長かったんだ。見えてたんだよ、多割分。と遠くから見てたんだよ。し、声聞こえたよな、多分。あれ、なんかキャッキャしてるな。今回、俺がね、気になったのは、絵ね。ちょっとポップな感じじゃん。線が太くてさ、かなりデフォルメされててっていう、あの画風が、高校の時におそらく初めてくらいの時に描いた時からあれっていうのポイントなのよ。
試行錯誤が足りないってことっていうよりも、うん、基礎がない。厳しい。思ったより厳しかった。そうなのよ。これは俺の主観だよ。美術を本当にやってたら、うん、絶対に基礎から入る、うんうんうん。見たものをそのまま描くっていうところは、うん、避けて通れない道なわけよ。うんうん、で、絵を描くっていうことを、うん、どこかかっこいいものと思ってたり、なんかい、はい、いけてるよね、はい、みたいに思ってる人っていうのは、はい、基礎を突っ飛ばして単純な線でポップでかっこいいっていうのはいきなり言っちゃうのよ。でさ、対比でうまいなって思ったのは、うん、篠宮くんの絵は、うん、明らかに変わってるわけ。確かに。うん、あれが基礎があった上で、うん、作家性が確立されてるっていうのを。なるほど。いや、間違いないわ。でも、もみじくんの絵っていうのは、うん、高校の時から止まってるんだよね。厳しいな。でね、デフォルメっていうのはね、本来ね、基礎を極めないとできないのよ。うん、なるほど。山やかしは YouTube とポッドキャストで配信しております。死にたいっていう言葉を、うん、お腹痛いに変換するっていうのはね、うまいと思ったね。で、またね、お腹痛いっていうのはね、なかなかに軽んじられがちなんだよね。証拠がないですもんね。そう。周りからは見えないっていう、うん、とこも含めてね、なんかね、秀逸なんだよな。うん、その心の痛みっていうのは、うん、本当に外側からは見えないし、そうね。人から本当に理解できるものかはわからないしっていうの、うん。だからここで言うお腹っていうのは、まあ、完全に心の象徴なんだけど、うん、でも、心が痛いとか、うん、胸が苦しいとか、心臓が痛いとかっていうのは、うん、表現としてちょっと使い古されてきたというか、うん、なんか本当にそうかなっていう、切実さがもう減っちゃってると思うんですよね。うん、心が、胸が、心臓がっていうのは、うん、だけどお腹が痛いっていうのは、いや、そういう感覚じゃないんだよねっていう、うん、いや、そうなんだけどそうじゃないんだよねっていう、このドラマがやろうとしてることにすごく近くて、やっぱ本当にしんどい時ってもっと身体に来るからさっていう感覚がお腹痛いって表現されてて、うん、でそれがその後にこうやっぱお腹を満たすっていうところと繋がってくるから、うん、でもお腹を満たすことによって元気が出るっていう牛丼のパワーを感じさせる作品ですよ、うん、そうね。2年連続昨年の秋ドラマエルピス牛丼はるきさんは、うん、コンビニ行くけどって言って、うん、ピザマンアメリカンドッグって言われて、うん、ピザマンアメリカンドッグって言ってるけど、うん、はるきさんにとってはすごく嬉しいんだよね。わ、うん、かる。今回で言うと、最初に、もみじが、うん、つばき亭で起きた時に、うん、全部やってあげてますよね。そう。あ、オッケーみたいな感じでやってて、うん、まあ、やっぱ、家が寂しいっていうのも一個あるけど、ね、あるけど、うん、なんかその、こう、もてなしたり、うん、自分のおかげで他の人が盛り上がったり、うん、他の人が助かったり、うん、他の人が楽しんでるっていう状況ができるということそのものが、嬉しいっていう人は、俺存在すると思ってる。少なくとも、はるきさんは、もともと完全にそうだったっていう人なわけではなくて、うんうんうん、職場ではコピー機の扱いとかで、はいはいはい、こう雑に扱われたりとかしてる中で、うんうん、でもこの仲間は楽しいからやりたいんだよねっていうところが難しいところ、うん、でも旗から見たら同じに見えると思うんですよ。旗から見たら同じに見える、ね、旗から見たら職場でもプライベートでも、うん、はるきさんってサービス精神旺盛で優しい人なんですねってなると思うんだけど、僕らは表情を見ちゃってるから、そう、あと違うっていうのは分かる。明確に違うのは、うん、やっぱね、ちゃんとね、感謝がある。あ、職場では感謝がないの。ないわ。むしろ早くしてよとか言われたりしてそのよろしくねみたいな、そう、頼まれるだけで、そう、ね、っていうのは思うんだよな。確かにね。いや、そうなんです。大きい箱を運んでね。はいはいはい、はい。で、重い。先輩とね。そう、先輩と運んでさ、はいはい、こんなの男がやれよな、みたいな話してたら、はいはい、いや、そういうのが、その男女差別だみたいな風になるから、はい、男女で分けないことにする業務内容は、みたいな話になって、はい、ヨヨちゃんがね、はい、必要な区別をしてもらえないって何よりも差別ですよねっていう。はい、これ、しびれたね。これを言うかね。そうなのよ。これ、すごいよ。これ、僕のヨヨリアリティとしては、うん、これは、スッと出てきた言葉じゃなくて、はい、自分の中で考えたことがあった言葉としてのリアリティもあった。はい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 、はい。だから、ずっとヨエちゃんの中で、違和感があったんだよね。違和感があった。もやもや違和感があって、この違和感の正体なんだろうって思った時に、うんうん、出てきた言葉がこれ。そう。で、もしかしたら、なんかで悩んで、どっかで読んだ言葉とかのボキャブラリーをこう組み合わせて、うん、いつかどっかで言おうと思ってた言葉かもしれないぐらいスマートであることが、大丈夫っていう、不自然じゃないっていう。そう。で、そのタイプじゃないは、うん、こうちゃんと赤田が説明してくれたっていうのが、そうね。これも面白くて、その、ちょっと確かに、ね、数学的なセリフだったというか、ああ。つばきさん、ゆくりのタイプじゃないですからねって言われた後に、ちょっとショックそうにしてるつばきさんの、この一瞬のミスリード、うん、これ、ショックそうにしてるってことは、ゆくりのこと好きだったのかなって一瞬思わせといて、うん、タイプじゃない人にタイプって言われるのショックなんですねみたいな、うん、ってことはつばきさんがタイプじゃないって言われました。ゆくえちゃんどうする、うん、ゆくえちゃんもあ、そうですねってことはゆくえちゃんもつばきさんタイプじゃないっていうこのなんか証明問題みたいな論理問題みたいな、そこでパーってあれ最短距離で全員のタイプを分からせてますよね。あれすごいよな。しかもさ、赤田っていう第三者が言うからいいんだよね、うん、そう、事実だからもう絶対、ね、本人が言っちゃったらさ、そう、いやそんなこと言ってってなるんだけど、うんうんうん、本人が言ったらね、そう。あとはほずみくんですね。ほずみくんね、ほずみくん、きこちゃんタイプじゃないって言いましたからね。言ったけど、うん、自己申告はまあ確かにな、ちょっとあるよって。あ、確かにな。そこのだから二つの場面はちょっと違うっちゃ違うんですね。いやー、二人、あれ、小粒で突然入るだけで終わると俺思ってないよ。そうね。うん、最終回まで確実に出てき続けはすると思いますけどね。うんうん、今は信じましょう、あれは。はい、そう感じ。で、多分あれでしょ、もみじの、うん、恩師に当たる人でもありそうだっていう。あー、そうか、それもいけんのか。そう。家にもともと住んでた人っぽいですよね。そういうこと、ここで、うん、なるほどね。それはすごく可能性高いし、気持ちいいと思う。そう。ああ、いいね。で、椿さんにとっては、もともと家を持ってた人。うん。
が買い物したいって言ってるっていう話なので、家を通じて繋がってますよね。で、先生だし、椿さんはこの家で担任の先生みたいなポジションをやってますよねっていう。本当だ。しかもね、数学の非常勤講師の可能性があるわけでしょ。そうなんですよ。今回ね、言ってたから。そこはもうゆくえちゃんと繋がってくるんですよ。おーい。そうなんですよ。数学が好きな女子という、ある意味、一定数いるはずなのに世の中からは女子は文系でしょって言われてる意味で言うと肩身狭い二人だったわけですよ、多分。うわー、やってんなー、これ。そうっていうのもありますしね。はいはいはい。で、これがね、難しい。これはもうほんと考察というか展開予想になっちゃうんだけど、ヨヨちゃんに将棋を教えた人でもある可能性がちょっとあるんだよ。マジ？ちょっとね、ちょっとね。それは陰謀論じゃないですか。わかんないよ、でもいとこ。ワンシーンワンシーンが、激しい波の立つシーンはなくて。なるほどね。で、テンションも割とオフビートな感じというか、うん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 、感情が高ぶってる人がいない。はい、まあ、頭めっちゃ、あれは面白かったから。頭でもね、すぐ落ち着いたんだよね。そうそうそう。っていう回でもあったから、うん、でもなんか不思議と、この輪は何の輪ですっていうのを、バシッと言わずに、そうね。ふわんとこう、まとめ上げて、うんうんうん、最後に、はあ、そうかそういう話だったわ、っていう、うまいんだよな、そうね。だから一人一人のトラウマというか、うん、その過去の鋭利な部分っていうのは、うん、一応一回さらいましたからね、うん、っていう、一旦のこう、お休みの回でもあるんだけど、うん、お休みの回に全体像の話は進めますからねっていう手際の良さ。絶対に無駄な回は一個もやらねえぞという気概、うんうんうん。だから今回がね、多分一番台本が多いと思うんですよ。文字数多いと思うんですよ、一番。会話のテンポすごい早かったし、うん、情報すごいちゃんと出してたし、うん、改行も多いと思うんですよ。ページ数一番多いんじゃないかなって推測してるんですけど、はいはい、掛け合いも良かった、ね、掛け合いがねどんどん早くなってってる。そうね、僕らもついていけるようになってるし、そういうのがショッキングが少ないっていう意味で言うと、うん、温泉みたいな回なんだけど、うん、ドラマ全体のテンションで言うと加速感はあるっていう感じですかね。かね、マジで喜劇俳優としてちょっとね、うん、ズバ抜けてきたなーって思うな、中野太賀さん。いやー、もうさ、出だしが面白いじゃん、まず。そうなのよ、あのうさんくささやばいと思って俺ちょっと、うん、あのデンデンさんとかさはいはい、はい、その冷たい熱帯魚の時のデンデンさんと、はいはい、あとクリーピーの時の香川照之さんみたいな、そのびっくりする演技入ってないんですかっていう演技、うまい、その嘘でびっくりする演技を演技の中でするっていうのは、あれすごいよなぁ。ちょっとね、この後中野太賀さんとんでもない役やるぞ多分。いや俺やってほしいね、うん、もはやね。いや、これ高等技術ですよね、うん、そのただわざとらしくえって言うんじゃダメなんですよ。でも自然にやってもダメなんです。この人は自然にやろうとしているが、どうしても演技だということが視聴者には伝わる、めちゃくちゃいい塩梅のリアクション。そうで、椿さんは善良だからそれなりに乗せられちゃうっていう、うん、そう椿さんと僕らの見え方が同じになっちゃダメなんですよね、うんうんうん、椿さんのことはある意味騙せてるけど、そう、僕らにとっては、うん、うわ、こいついい営業マンなんだろうなって思っちゃうみたいな。うん、そう。その見る人によって感想が違う部分までコントロールできる演技ってとてつもないと思うんですよね。とてつもないよね。そしてね、一個先のこと言うんだよね。うん、今それかみたいな。そう。でもちゃんと繋がってんだよね。今回で言うと、うん、バスで、はい、ヨヨちゃんとの帰り道に、はい、友達の話出たじゃない。出た。友達の話になると他人の価値観否定しちゃうんだよねっていう。ここがっつり行きたいよ。いいよね。うん、そこでさ、俺、多様性に行ったのよ。結構そういうところでも、えってなるのよ。なるね。で、それで多様性って言うけどさ、って言って、理解なんてできないよって、そっとしておいてほしいっていうこととか、ちょっと先行くんだよね。行ったなーって感じですね。そう。あのね、服選んでるとこでも思ったんだよな。ああ、そうなんだ。あそこででも、あ、結構 1.5 倍速で進んだな、ゆくえちゃんのセリフって思ったんですよね、確かね。そう、だからこの辺も探偵なんだよな。うん、なんか常に視聴者のちょっと先っていう。うん、そうね。俺ね、裏産方と話してるのがね、ゆくえちゃんの気がする。あの、なるほど、ね、ゆくえちゃんだけ真犯人知らされてるみたいな感じ。はいはい、俺真犯人フラグやってた時に、はいはい、その犯人役だった人にだけ、あなたが犯人です、真相はこれですっていうのをプロデューサーがすごい説明されてたの。で、それをずっと抱えたまま、みんなに言わないで過ごすのが本当に辛かったっておっしゃってたの。それだ。そう、そんな感じだよね、ゆくえちゃん。それが世界だと思ってんだよ、うんうんうん。全員男女で恋愛するし、うん、全員男女がいたら基本的に恋愛関係になると思ってるし、うんうん、それに抗えないと思っている人たちしかこの世界にはいないと思っている人の問いなんだよね。そうだよね、うん。なのに、なんでその問いを引き続きしちゃうの、うん、っていうことまで今回は進んでくれたっていうか、そうだね、なんで恋愛対象は様々でいいって、性的思考は様々でいいって分かってるのに、友達の話になるとそこが欠落しちゃうの、うん、そこが急に性愛前提の話になっちゃうの、うん、っていうような問いもゆくえちゃんは今回のセリフの中でしてくれてると俺は思っていて、うん、それはやっぱり男女の友情は成立するのかっていう、うん、とお題目についての違和感として表明されてるなと僕は判断したんですよね。はい。で、そこはすごいなと思っていて、うん、なのに別にその異性愛そのものをじゃあ下に置くかっていうと、うん、そういう置き方にもなってなくて、うん、それぞれのそれぞれに対しての恋心っていうのは別に他者がジャッジするものじゃないっていうことが今回のもみじの恋心とヨヨちゃんの恋心っていうのが明示された時点で、うん、それについても優しいというか。そうだね、うん、その優しさ、はい、このドラマが持つ優しさだよ。そうあのフォロー忘れないんだよね、うん、その、うん、この4人がこんな風にたまたま集合するのなんてすごいご都合主義じゃないかっていう感想もまあたまに見かけるんですよ、うん、見かける。で、それを言い出しちゃうと今回のみどりちゃんネタバラシなんて、うん、まあとんでもないことだと思うんですけど、うん、いやてか、まず俺そういうことあるなってまず思うし、なんかそれって東京だよなって思うし、うん、東京に生きてれば結構そういうことめっちゃあるなって思うし、うん、プラス
いや、こういうことが起こった場所にたまたまフォーカスして描いてるだけですよっていうことだから。あと、もう一個言うと、うん、やっぱ、スタンド使い同士は惹かれ合うっていうのは、ジョジョで言われますけど。なるほど。やっぱりその、同じ人に少なからず影響を受けていた4人ってことじゃん。ああ、確かにね。だから、そういう意味での因果っていうのもあると思う。緑ちゃんと出会った場所、うん、時間は、それぞれ別々なんだよ。はいはいはい。でも、同じ人に影響を受けてる、うん、別々。そうですね。で、それが、惹かれ合うって言い方だと、うん、いや、出会ったのすごい偶然じゃんってなるけど、うん、俺ね、このドラマの感覚としては、うん、追い出されて追い出されて追い出された先で、あったって感覚なの、うん。なるほどね。なんかそっちの方がさ、なんか、緑ちゃんの伏線がブワーッと回収されてる、うん、あの気持ちよさに、もう乗っかっちゃうんだけど、はい、あれよくよく見てると、あそこにいる4人も、また先入観で人を決めている、うん。自分の見ているその人がその人の全てだと思っている。うん、で、それ以外のその人はありえない。うんうん、つまり緑ちゃんは椿さんの中ではヤンキーだし、はい、それ以外ない。で、先生なんてないよ。って言うし、はい、先生だと思ってるゆくえちゃんとかは、はい、いやいや、ヤンキーでって言ってなるっていう、この4人の目も、また一つの歪みがあるのではないか、うん。そうですね。っていうところをやった後に、はい、スピンオフで、確かに。相良の別から見た目っていうのをやって、確かにな。見てる人たちにとって、はい、相良は、基本憎らしいやつかもしれませんよと、うん、そう見せてきたんだよ。うん、もうわざとやだったんだよね、全部。そうだね。この7話で、いやいや、その視点すら危ういぜっていうのをやった後に、はい、あそこをやるっていうのが、うん、いやもう全部やる気かよっていう。そうね。何が言いたいとかじゃなくて、うん、その何も決めるなっていうことを言いたいんだと思うんですよ。そう、だから俺はね、うん、世界を描いてるんだと思うの。はい。音声ある。私が子供として、うん、椿さんにとって微笑ましいから、うん、それのせいじゃん、とも思うわけですよ。もうヨヨちゃん。そう。そうなんだ、ヨヨちゃん。そう、ヨヨちゃんと椿さんが、例えば1対1で会ってたら、うん、例えばじゃあ美容院のお客さんと、美容師で会ってました。はい。で、その後じゃあ居酒屋でたまたま隣の席で会いました。はで、連絡先を何かでたまたま交換しました。はで、二人きりで家で会える関係になりました。だったら進展してんじゃないのとかもまあ思うわけですよ。なるほど。そう。ああ。で、これが4になっちゃって、22の、そのトニセン、カミセンになってるから、うん、いやいや、子供だよね、みたいな。ふうに、なぜかこの4というフォーメーションの中で、お兄さんお姉さん世代、妹弟世代みたいな、ふうに、第2話ぐらいからもう確定しちゃってたことが、恋愛を封じた気がするわけですよ。おーい、わー、なるほど。で、うん、出会い方を間違えたのかもねって、そう。あの中に出てくるドラマ中ドラマで、うん、私たち出会いを間違えたのかもって言ってました？って言ってたのよ。あ、そっか。その可能性はあるかも。あると思う。なんかその、あのね、そこが恋愛ドラマではないと言われつつも、うん、恋愛ドラマとしての新しさだなと思ってて、はいはいはい、これって今まで通りだったら、ゆくえちゃんもそこのコミュニティに一緒くたにいることによって、つばきさんのこともすごくよくわかってる、ヨヨちゃんのこともすごくよくわかってるゆくえちゃん、うん、サポートするよね、普通。あ、普通アシストするよね。あ、なるほどね。しないじゃん、ゆくえちゃんって全然。しないしない。マジで何一つしてないですからね。しない。これ相当珍しいなと思うんですよ。あ、確かにね。で、これはヨヨちゃんからしたら、で、恋愛ドラマ見てる、ドラマ好きなヨヨちゃんからしたら、あれあれこいつ全然アシストしてくんねえじゃんって思う気もするんですけど、いやでもな、ゆくえちゃんとの関係性はゆくえちゃんとの関係性で、うん、だからこそ何でも言い合える仲になってるし、とも思う気がするわけで、これはやっぱゆくえの新しさっていう、もう僕がずっと言ってる、ゆくえ像として恋愛を完璧にアシストできる立場にいるのに何もしない人って、これはすごいなというのはそこだと思うんですよね。そこがうまくいってれば、めちゃくちゃ空気読みが進んでればくっつくと思うんですよ。本当の世界だとしても。でも、もみじもそういうことしないし、ゆくえちゃんもそういうことしないから失敗したんだと思うんですよ。完全にそうだと思うんですよ、でも。はぁ、まあその可能性はあるね。うん、あるよ。でも、現実の友達。まずさ、わかりやすい伏線とかで言うとさ、はい、椿さんが、はい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 、家ね、はい、お家の決め手を、見た目くらいかな、こだわったの、はい、それ、言ったやつ、俺ら多分ちゃんとバカにしてたと思うよ。してた。いやいや、見た目しか興味ないし、もう家のことどうでもええやん、みたいな。いやいやいや、すみれさんに主導権握られてますよ、みたいな。そうそうそう全部すみれさんが決めたんでしょみたいな。そうよ。いじりというか、うん、その、椿家、まあ、春樹夫婦の、夫妻の人間関係描写、でしかないっていうふうに思ってたけど、サブリミナルで、家の印象があって、同じ家を選んだんだっていう。そう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 。で、その絵は、絵の、あの絵の家を求めてたんだっていうのもびっくりしたし、ちょっと怖い話っぽいぐらい、本当だよ、繋がってきてるよね。で、まあ、それこそさ、やっぱ最初代表的だったのはさ、やっぱもみじくんが、先生に会いに来たっていう、ところで、まあ、あれは、でももうさ、あの時点でも消化されてたの、こっちとしては。そうね、出てこなくてもいいぐらいのことも言ってました。そう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 。です。だから、でも結局さ、それがさ、第1話だったわけでしょ。そう。つまりもう第1話から、もうここに行くっていうのは決めてんのよ。そうなんだよね。でね。